はい、今日はあの、n t o n e で、えっと、情報の属人化をやめませんかということで、えー、少しお話をさせていただきたいと思います、はいはい、今日の、えっと、アジェンダですね、内容はですね、えっと、まず会社のちょっとご紹介をさせていただいて、俗人化で起こるなんか不具合みたいなものですね、えっと、デメリットをお伝えしたあとに、n、え、t、っと n e で、えー、問題解決をした事例をお話をさせていただいて、Kintone、えー、の少し概要の。 ご説明をしてまとめたいと思います。はい。まずあの会社のご紹介なんですけども、サイボウズ株式会社と申しまして、最近あの CM 等々も。 やらせていただいたりとか、働き方がなんか先進的だということで、メディアに取,られ取り上げられることが増えてはきたんですけれども、今、現状ですね、創業して25年近く経ちました。で、拠点もですね、東京をはじめ主要拠点にありまして、海外も積極的に出ていっているという状態で、ちょうどの従業員も1000人ぐらいに今なってきたかなという規模の会社です。 でえー、と今日のですね、えー、と私今喋ってますけれども、あの雲画の簡単な自己紹介をさせていただこうと思いますが、はい、えー、私はあの岡山県の岡山市というところで、えー、出身です。もともとサイボズにいたわけではなくて、えー、メーカーですね、金属加工のメーカーの子会社、情報子会社でですね、えー、CAD システムですね、設計にこう使うような、えー、ソフトの販売をしたりですとか、えー、SFA とか c r m、まあ、顧客管理みたいなですね、えー、ツールを提案させていただいたりと。 ということで、15年ぐらいやりまして、2015年に中小企業診断士の登録をして、その翌年にサイボーズに入りまして、今現状、パートナー営業部ということで、マネージャーをやっておりますが、副業も細胞図 OK なので、会社員と個人事業主として、今、中小企業さんの IT 支援を個人的にはやっております。最初にですね、まず俗人化は悪かどうか、悪いかどうかっていうところで、少しお話を。 させていただきたいんですけれども、えっと、俗人化って結構ね、メリットもあの実はあるなっていうふうに、個人的に思ってるんですね。はい、で、えっと、まあ業務に慣れてる人がやった方が、一人でやった方が早い場合もありますよね、目の前の作業。はい、あと、取引先さんからも、あのこの人っていうので、特定されると、あの比較的取引先さんもこう話しやすかったりですとかしますし、あとはですね、えー、まあ短期のこう人的なコストももちろん下がりますよとか。 あと個人でですね、やってる。俺はこれのプロフェッショナルだ、みたいな、何て言うんですかね、存在意義みたいなものを見出す、見出しやすい方も非常に多いと思うんで、これ人間なんですね。個人の価値、存在価値っていうのがまあ上がったように思えるとか。あとは、個人でやり,やりますので、自分がやりやすい。例えば、自分はエクセルがやりやすい。自分は紙がやりやすい。 ね、あのツールもですね自分で選び放題やりやすいやり方でやっていけばいいということでメリットあったなというふうに思うんですけど今まであの日本もそうですね職人気質でとにかく品質がいいものをお客さんに届けるみたいなもので、えー、経済成長を を経てですね日本成長してきたと思うんですけども、最終的に今現状、そうかって言われるとなかなかこう時代の流れと今、職人気質で高品質、それが競争用につながっているかっていうと、すべての業界でそうなっているという感じではない、なさそうだなというのはもう皆さんご存知の通りかと思います。一方、ですね俗人化のデメリットっていうところにあると思うんですが、はい えとこういう時代になってきました多様な働き方とか人材不足この辺りは人のところ先ほどもお話あったかも分かりませんけれども、はい、あの人不足って言われてるんですけどなんか実はあの望んだる労働環境にない人をうまく活用できてないだけだったりとかっていうケースもあったりしますし。 あとデジタル技術っていう、まあ、進展ですね。先ほどのフォームのサービスあったと思うんですけど、ああいった簡単にですね、今、ウェブの仕組みが作れたりとかしますので、あのツールもですね、デジタル技術っていうのも、コード化してる一方で、結構、えー、し市民化してるというかですね、専門の人じゃなくてもこう使えるようになったりっていうフィルター、時代のこう背景というものがありまして、デメリットとしては、まあ、業務がこう止まってしまうとか、その人がいなくなったらできないとか、 業務負荷がこの人の仕事ばっかり増えちゃって、この人、他の仕事できないとかですね。まあ、そういうばらつきができたりとか、あとはあの適切な評価ができない。まあ、これ、自分が一番詳しいっていう業務に対して、別の方がその人の評価をするって非常に難しいですよね。まあ、こういったデメリットも目立ってきたんじゃないかなと思います。はいまあ、結果的にこう事業を続けていく上では、リスクとしてずっと残っているんじゃないかなというふうに思いますね。 はい、で具体的に少し話をすると、皆さんこういう経験、ご経験あるんじゃないかなと思います。例えば営業とか販売をやられている方だと、えっと、前任者と約束してたのに、ちょっと話が通ってないとかですねで。クレームに最悪つながってしまったりですとか、あとは、えー、この商品担当の誰々はちょっと長期で今お休みもらってますので、お答えちょっとできませんみたいな。で、結局別のじゃあ会社で買うよっていう風になったり。 することもありますよね、はい。あと製造業さんとかであれば、あの加工、この辺があの職人気質の、えー、強いところかなというふうに思うんですけど、この部品の加工はこの人しかできないとか、マニュアルに書いてないからちょっとできなくてとか、えー、あんまり熟知してない方がやった結果、事故が起こるとか、なんかそんな感じの、えー、問題もできたりとか。あと工作機械とかですね、あのまあ、品質のばらつきありますよね、マニュアル通りやっても、えー、なかなかできない。 同じようにできなかったりしますし、はい、あとお客さん向けにですねもうこう気を利かせてこのお客さんは同じ製品なんだけどこういう梱包の仕方をするとかこういったあの養事をして出荷するとかですねそういったあのノウハウが溜、ね、まってないとお客さんが別の方がやった時にです、ね、ちょっとこう満足度下がったりとか。 あとは事務的な処理なんかも、えっと、請求書の送り先が、こう、例えば共有されてなかったですね、別の請求先に送ってしまったりとか、担当者変わったのに、担当者は、自社の担当者は知ってるんだけれども、経理の方が知らずにですね、別の担当者に請求を送ってしまって、請求書が迷子になって入金が送れるということで、結構、中小企業さんのね、あの入金、お金の動きっていうのは非常に、 ちゃんとやっていかないとです、ね、シッキングリ大変にな,となってくると,と思いますので、こういったバックオフィスで,ですね、悪影響でたりとかしたりしますねということですね。まあ、この辺が属人化をじゃあどうやってその情報をオープンにしてやっていくのかというところなんですけど、これはあの実は学術的にもいろいろこうやって属人化の を解消していくっていうのがですね。なんかモデルとしてちゃんと提唱されてるんですね。あの、ちょっと難しそうに見えるんで、あのすごく簡単な言葉にまとめてますので、あのご心配なくというところなんですが、えっ、ー、とだいたいですね。最初はあの自分しか知らないっていうことがあると、まずはあのまあ、共同化っていう言い方をされるんですけど。まあ経験を共有っていうので、まああの要はこう。 隣の人と会話、雑談をしながら、あの実はこう,こういうノウハウがあるんだよねとかこういう、このお客さんってこうだったんだよねみたいなんですね、まあ、会話レベルで共有されるような、えー、ところから始まって、えー、と2番と3番というのが、えー、割と表に出ていく過程ですけれども、えーまあ、表出化というので見える化しましょうと。例えば付箋で えっと、掲示板に貼るっていうのも一つかもしれませんし、ホワイトボードにこう書いて、皆さんに周知するっていうこともそうかもしれませんし、えー、3番になってくると、それを体系化する、いわゆるあの積み重なっていたナレッジとか知識。 えとか知恵っていうものを少し整理整頓して保存ができて誰でもこう使えるっていう状態にこう持っていく、まあ、この辺の2と3っていうのが最近ですと IT デジタルを使ってうまく活用していきましょうというプロセスになりますね。はい、で最終的にはまたこう内面化っていうのでアイデアを出したりとかってするのは個人タスクだと思います。 社長が何かを考えるですとか、企画部の方が個人で思いついたりとか発想するっていうのはまた、そこは俗人化して当たり前だと思いますので、まあ、そういったサイクルですね、今度また俗人化したものを表に出していく。まあ、こんな循環をしながら、俗人化を解消していくというところになっていくかなと思いますね。はい、でここからは実際に均等を使って、その俗人化っていうのをこう解消した例を少しお話をしていきたいと思います。はい まず1つ目はですね、1社目は、えー、物流企業さんですね、えー、倉庫も,も持たれているような、えー、お客さんに、えー、なります。はい、で先ほど、まあ、これですね、えー、どんな業務で均等というのを使ったかというと、日常のこう安全順っていうですね、あの点検業務で使った事例ですね。はい、今までは均等に入れる前はですね、順、えーまあ、視をする担当ですね、見て回る、チェックをする方がチェック用紙に。 えー、こ,こ,のこの車は良かったとか、ちゃんと整備できてるとか、はい、この棚はきちっと、えー、配置されてるですとか、まあ、そういった点検をして、それをスキャナーで読んで、PDF にして、メールで取りまとめをしてる、ここでは営業部さんになってたんですけど、まあ、営業部さんに送ると、で営業部さんが Excel でそれをまた手で入力して集計して、ようやく報告できるというところになってたんですけど、まあ、かなり時間かかりますよね、見てる、聞いてるだけで、えー、分かりますよねと。 あとはあの、まとめる時間が発生したりとか、営業所ごとのこう改善点がなかなかこう可視化できない、えー、傾向もわからないというところですけど、す、え、べ、ー、てですね、均等で、まあ、タブレットを持ってですね、その中でチェックをしていくと、まあ、登録をした瞬,瞬間にすべて集計ができて、えー、管理をしている営業部さんもリアルタイムで見れるというところになりますね。と、はい、いうことで、これを入れると、まあ、まとめるとか入力するとかっていう、 ですねえー、時間の削減ができて、えー、かつ集まったデータっていうのは、営業の方も現場の方も見れるようになってますので、傾向分析したりとかですね、まあ、この視点は、えっと、こういうトラブルが多いとか、ですねこういう店が多いみたいな、まあ、そういう集計をしてフィードバックっていうのも、えーまあ、リアルタイムでできるというところが特徴になってくるかなと思います。実際の公開はです、ね、こんな感じですかね。はい、これ、タブレットで見てるような感じですね。はい まあ本当に簡単に丸ツをつけるっていう、まあ、あと点数つけたりとかっていうところが多いんですけれども、あとあの何かあったときに、タブレットですとかスマートフォンであれば、写真、まあ、カメラを起動して、そのまま写真を撮ってですね、送るっていうことも簡単にできますと。で、実際営業の方、ま,あ、まとめる方は、はいまあ、担当者ごとですとか、視点ごとにこうまとめて集計ができるというところになります。 で、同じくですね、物流会社の同じ会社さんの事例なんですけど、同じ均等ンンでやってるんですけども、えー、これ倉庫を持たれてるお客さんだったので、えっ、ー、と、ピッキングとか仕分けって言われるですね、えー、個社のこう発送単位で物を詰めて発送をする準備をするあの作業があるんですけれども、これもあの物流のこう量っていうのが毎日一定ではないので、急に来週ですね、2人、えー、人が欲しいとか、10人欲しいとか、 そういったあのオーダーが現場の方から来るとですね、各担当者は、派遣会社の方にいろいろメールとか電話で、明日ですね、何人追加してくれですとか、来週1週間、プラスで10人ほど出してほしい、こういうスキルの人ということで、募集をかけるんですけれども、これは、あの、俗人化それぞれ一人一人が、担当者が、自分が担当している派遣会社に、こう、それぞれメールなり、電話なりで、 連絡をしますので、なかなかですね、3、4名でこかなり集中してやったりとかしていたり、あとはもう10人溜まってるのに別の会社さんから5人行けますみたいな口約束をしてしまったりとか、ということでまあトラブルになったりとか、まあ、煩雑な作業が結構あったんですけれども、均等でですね、す、え、べ、っと、ての情報を均等上に入れる。何月何日にこういうスキルセットの人を何人欲しいと。 ということで登録をするとですね、派遣会社さんのそこにですね、報告を入れてですね、うちはこれぐらい出せますということで、えっと、情報共有をすることによって、えっと、均等で全ての情報ですね、欲しい人数と出せる人数というのをここでマッチングしているというところになりますので、非常にスムーズにやり取りができるというところになっています。ミスもないですね。 で続いて、えっ、ー、と、卸小売業での事例になります。はい。ここはですね、東北にあるですね、鮮魚店ですと。鮮魚店なので、昔は卸業をやられた会社ですかね。はい。えー、そして2005年二2代目の方がの EC やるぞということで、えーと、自社の商品を作って EC サイトで売るということに、えー、進出しまして、まあ、順調に伸びてたんですけど、えーまあ 震災ありましたので、2011年ですね。あったので、す、え、べ、ー、ての顧客データが流れてしまったという経緯がある中で、えー、B2C と B2B のこう個人向けのサービス、製品提供と、えとは従来の卸売ですね。あの旅館さんだったりですとか、えー、鮮魚店ですね、えー、に卸すと。 加工しておろすっていう作業ですね、スーパーさんとか、まあ、そういった事業があって、2通りの流通がありましたというところで、ここであの均等で改善を行ったっていう事例になります。はい、こちらですね、えー、まずですね、B2B の方からやっています。EC サイトの方は割と仕組みがちゃんとできている。 クラウドでこうできてたりとか、えーまあ、オンラインで全部管理されてたので、えー、一方で B2B はまだまだこう取引台帳とかですね、Excel とかですね、まあ、そういった個々の PC に入ってるものが多かったんで、例えば取引先さんからメールとか電話で各営業さんとかですね、出荷をする担当している事務員さんなんかにいろんなツールを使ってこう問い合わせがあったんですが、それぞれ 営業さんは営業さんで、エクセルで自分のパソコンに入ってるとか、えっと、電話は受けてメモ書きで、えー、付箋を貼ってるとかですね、まあ、その程度であったので、まあ、なかなかこう取引先さん一本化してです、ね、同じ情報をこう出せなかった。情報が営業と事務で分断されていて、んなんか欲しい情報もなかなか見つからないというところがあったみたいですね。はいでえー、当然あのシステム、えー 震災でシステムが全部なくなってしまったので、まあ、新たなシステムを検討されてたみたいなんですが、あの見積もりを取るとやっぱり数百万、数千万という見積もりが結構出されてたみたいで、まあ、その中でたまたまキントンというのを知り合いの大抵、えー、に詳しい方から紹介をされたということで、ご検討されたのがきっかけになりますね。はい、でこれもですね、先ほどのどっちらさんと同じなんですが、キントンというところで、えー、とアプリケーションを自分で作りまして、えー 取引さんっていう情報を均等で、えー、一つにまとめてですね、営業さんが例えば商談に行って実際に話をしたとか、どういう見積もりを出したですとか、電話で後から担当者の人がこういうことを言ってたとか、あとはメールで担当者もらいましたとか、事務員さんに連絡が入りましたとか、まあ、そういった過去のやり取り、えー、と出した見積もり書ですとか、トラブル含めて、す、え、べ、ー、て均等にこう入れるということで、えー、基本的には均等を見れば、この 取引先さん例えば A 社さんであれば、過去の経緯だったりとか、先方の担当者が変更になったりとか、まあ、そういった情報というのが部、部間でですね営業部と事務の方で共有ができて、対応がや,やり取りでき、スムーズにできるようになったということで、これもですねあの効率化を高めるというよりは、まあ、顧客満足度を上げるという、この会社さん、ホスピタリティという表現をされてましたけれども、顧客満足度を上げるというような効果。 を出している事例になります、はい、でその他ですね、均等っていうのが1000個までアプリケーションを自分で作って増やすことができる、同じ料金でというところがあるので、まず顧客管理をやった後に、例えば、えー、と EC サイトの部分、先ほど B2B の話をしたんですが、B2C の方もコンテンツ、EC サイトにいろいろレシピ、おすすめのレシピみたいなものをこう載っけたりとかされてたみたいなんですけど、そういうアイデアを社員の方がすべてここにまとめて、えー、じゃあこれを次に。 掲載しようとか、で掲載したら、これ、閲覧数どれぐらいだったかなみたいな振り返りもできるようなデータベースにしたりですとか、あと在庫情報もですねあの均等の中に入れることによって、今、この商品が今どれだけあって、賞味期限これぐらいだよねみたいな、でグラフ化もできますので、あのどれぐらいの頻度で売れてるかとか、まあ、そういったものも分析できるようになったというところで、これもあの取引先さんから問い合わせあったときにすぐに回答ができるという体制ができたんじゃないかなと思いますね。 はい、でその他もろもろいっぱい使っていただいててです、ね、これ、EC サイトだと、えー、同じような質問が結構来るかと思うんですけれども、それの、えー、問い合わせの回答集みたいなものを、エクセルだとなかなか、えー、共有しづらかったり、メンテナンスしづらいかと思うんですけれども、同じようなファイルが分断されてしまうので、でキントーンという1つの器の中に入れることによって、こういう問い合わせがあったら、えー、こう回答してくださいね。 っていうですね、標準的な会社としての回答集みたいなのが出来上がるので、これもあのこの人じゃないと答えれないとか、そういうのが俗人化ですけども、これですと、ある程度、まあまあ普通の質問であれば、ですね新入社員の方ですとか、中途で入った方も、割とスムーズに回答ができるような形になっていますと。はい、で最後にこう日報とかチーム内の情報って、これ日報もです、ね、結構各側からすると、結構苦痛だったりしますよね、あの報告。 出せって言ってるから書いてるみたいな、なかなかモチベーション上がらないんですけど、ここはあのこう掲示板みたいな形で、はい、あの気軽にです、ね、LINE にこう投稿するみたいな形を取って日報をこう上げてるということで、ふと気づいた、こういう商品、そういえば欲しいなってお客さんから言われたんだよねとか、ですねあの競合の会社がこういう製品を開発してるとかですね、まあ、そういった情報をこう気軽に書くことによって、それが これ全員で見ることによってですね、まあ、そこで、えっと、知恵が出てきたりとか、アイデアが出したりとか、出たりとか、あるいはちょっと今週忙しいですよねってなったりとかすると、じゃあ空いてる、私手伝いましょうかとかっていう、そういうたですね、あの柔軟な。 関係を構築して仕事をこう均一にやっていくこともこれでできているということでまあ簡単なアイデアベースのものも全てこういったシステムの1つの1箇所のところにね1箇所に集めてですねそれが探せるようになっているということでいろんな使い方をしていただいているという感じになっています。はい、でですね、えっとんって先ほどからあのいきなり商品を 話はしてるんですけれども、均、え、等、っと、ってどういうものなのかっていうのはちょっと短いやつで伝えるの非常に難しいので、えっと、概略だけお伝えをするとですねあの、例えば会計システムだと会計処理で使うシステムっていうのは割と分かりやすいかと思いますし、例えば名刺管理ソフトですっていうと名刺を管理するんだなみたいな、そういうのはイメージ作ったと思うんですけど、均等っていうのがですね、えー、基本的にどんな 用途でも使えるような割と汎用的なツールになっていて、自分でこうアプリケーションを開発できる仕組みになっています。イメージはそうですね、えっと、皆さんスマートフォンを使われてると思うんですけれども、スマートフォンってアプリいっぱいありますよね、世の中にな。何万とか何十万ってあると思うんですけど、特にフリーのものいっぱいあるので、使いたいなと思ったら、皆さんこうストアみたいなものから、 ポチッとこうやると、自分のスマートフォンにアプリが追加できる。まあ、そうやってスマートフォンを使ってらっしゃると思うんですけど、まあ、それと同じようなイメージを持っていただければいいと思います。例えば、えー、と営業の方いらっしゃれば、案件管理っていうのをちょっと使いたいなとか、あるいは人事総務だと、なんか採用の面接の管理のデータベースで使いたいなとかですね、サポートチームですと、クレーム対応ですとか、商品のお問い合わせのお器、アプリとして使いたいなとかですね、小売店舗だと、そうですね、店舗の 売り上げデータを毎日報告してほしいとかですね、あるいは本部側に商品を何個送ってくれみたいな反則物を例えば要求するようなこともできたりとかしますね。まあ、いろんな業務、いろんな業種で使われているというのが均等になります。はいで 特にこういう業務あったら使えそうだなっていうのだけあの簡単にあのインプットいただければ今日は全然 OK なんですけれども例えば Excel のデータでいろんな台帳を管理しています先ほどの顧客もそうですし売上データもそうかもしれませんしそうです、ね、クレーム管理なんかも Excel でやられている方非常に多いと思うんですけれどもそうすると,、えー、と個人の Excel ってファイル一つのファイルですので、まあ、それをコピーして使っちゃったりとかすると,、えー、と誰の管理かわかんない とかえー、最新版が分からない、ね、同時にこう編集していくっていうのは今では Excel もできるできなくはないんですけれども、えー、ちょっとこれ不安だなってなると皆さんコピーされて名前を変えて、えー、自分のこう使い勝手のいいように加工しちゃったりとかあの経験あられる方いらっしゃると思うんですね、はい、あとはデータが重くなってくるとなかなかこう動作が重くて使いづらいよと、まあ、そういう経験あられるんじゃないかなと思いますねはい あとは、あの、メールで結構やり取りされている方多いかなと思いますね。例えば、物流さんとかですと、何かこれを運んでくださいって営業が事務員さんとか、その配送の計画を立てる方にメールでエクセル添付して送られてきたりとか。はい。どんどんいろんなメールが自分のメールボックスにこう溜まってですね。結局、経緯がわからないとかですね。はい。ど,どの件だったかわからないとか。はい。で、えっ、ー、と、誰々のお客さんの件で で会話もできないですね、メールでコミュニケーションね。そうすると、エクセルをわざわざまたファイルサーバーのから取ってきたりとか、お客さんの発注書をスキャナーで取ったりとかして、添付して送るとで。特にメールなんで、一、えっと、対一になりがちですね、やり取りするんですね、はいあの。2とか CC の中から手先を抜いてしまうと、そこから先はブラックボックスというケースも結構多いんじゃないかと思いますし、その社員の方がやめてしまうと、もう逆させない,みたいなところも発生すると思いますね。はいまあ、こういった業務、 あるいは紙でやってる方はですね、まあ、あの最近、先ほど、えー、岡部さんの話もありましたけど、その契約とかワークフローとか、犯、ま、行、あ、せないようとか、あの申請行為ですね、今どこまで進んでるのかが全然分かんないとかですね、はい。あと紙がどんどん溜まっていくっていうので、あの当然探,し探すのもこう結構苦労するとか、えー、スペースも取るということで、こういう時に均等というのが使っていけると。 いうふうに思っています。で、ちょっと今日は時間がないので、少し簡単にあの画面だけお見せするとですね、これ、均等の画面が今、おそらく見えてると思うんですけれども、ここにですね、アプリっていうのがあるんですね、はいで。アプリ、これを自分で作ります。先ほどのフォームを作るようなイメージと非常に似てると思います。で、テンプレートもいくつか入ってるので、例えば営業で使いたいなとかっていう、これだけあの無料のアプリが入ってたりとか、 卸業、小売だったらこういうアプリが入ってたりとかですね店舗の管理だったりとか、はい、ちょっと物流は、えー、特化しては用意はしてないですけれども業務としては例えば、えー、購買調達ですとかあと情報システム部門が終わりの方とかだと情報システムの方が使うようなものだったりとか、はい、あと広報とかマーケティングですね、まあ、こういったものを使ったりとか資材でどういう今著作権持ってるよとか。 そういうリストを作ることもできますし、えー、あとはですね、これに合致したようなアプリがないよとか、自社にあったものが使いたいなということがあればですね、初めから作っていくこともできますので、はい、そうすると、えー、例えば先ほどのクレーム管理みたいなのをやってみましょうか、クレーム管理っていう、えー、アプリを作っていきますと。 でここに部品があるので、それを右左から右に置いていただくだけです。例えば、クレームを受けるんだったら、会社名っていうのは保存しておきたいよね、と。問い合わせを受けたのは誰ですかっていうので、はい。人の名前入れましょうとかですね。はい、あと、どんなことで、要件で。 クレームになったのかみたいな、こういうチェックを入れる部品も用意されてますので、はい、例えば、えーと、クレームの、別ですよ。はい、例えば、製品そのもの、そのものの、えー、クレームですよとか、えーの、納期の、納期に関するものですよとか、はい、配送に関するものですよとかですね、えー、支払いに関するものですよ。 これもあのいくつも増やしたりですとか順番変えたりとか自由にマウスでこうできるようになってますね。こんな感じですね。はい、でええじゃあ内容を少し細かく書くときには文字列というのでちょっと広,い広めのです、ね、コメントを入れるような枠を作ったことですね。はい、あとお客さんから、えー、例えば製品、製造業さんの、ね、クレーム、写真があった方が分かりやすいということで添付ファイルをこうつけておきましょうとか、はいあそうですね。あと受付の日時とかですね。 まあ、そういうのも登録をすることができるので、こういったあの自分がエクセルでよく、ね、フォームを作られたりとかしているイメージで、えー、左から右に部品を置いていただければ、これでアプリができるようになっていますと。はい、でこれ公開すると、あの社員の方が、えー、何かクレームを受けたら、自分で登録をする。ポチポチとですね、会社。から問い合わせが、えー、吉田さんという人からありましたと。配送についてと。 はいまあ、壊れてたよと。こんな感じでこう登録をしていくで。これを貯めることによって、どういうクレームが多いのかとか、いついつまでに対応しなきゃいけないもの、これ、対応終わってるのかどうかとか、まあ、そういったものもこうステータス管理をすることによって、まあ、管理者、社員の方、すべて共有ができるようになっていますので、こういった、今、1行しか入ってませんけど、どうずっとこう貯め込んでいくと、それがあの全社員の方で共有ができると。 いうこ,とでこれも俗人化を避けるようななな、えー、つじゃいいかなと思っています、はいはい、ちょっと時間の関係ですね。あの詳細はいろいろ YouTube にあったりですとか、はいろいろ弊社のホームページにも掲載をしてあるので、時間あればよろしければ見ていただければと思います。はい、で最後にまとめです、はいで。今はもう俗人化っていうのは、あの職人かっていうメリットよりも、やっぱりあの事業にとってやっぱりリスク ノウが高まってい,いんじゃないかなとウェイト的にはですね。はい、リスクでしかないですよと。はい。でバラバラに今エクセルだとか、えー、紙だとかですね。個人のパソコンだとかファイルサーバー、いろんな情報がバラバラになっているので、みんなが見れる場所を1箇所、まあ、最低1箇所にまとめていった方が便利ですよというところですね。はい。 ね、あといろんなあの専用のシステムって世の中いっぱいあるんですけれども、まあ、それぞれ、えー、と導入すると、えー、一個一個安くてもコストかかったりとかするので、えー、極力、えー、と一つにしていくというところですねで。システムが違うとやっぱバラバラになってくるので,でこれもあのバラバラになるんですけれども最終的にデジタルの技術って今発展していますので、えー、と A というシステムと例えば均等をつないでデータを連携するっていうこともあのできますので。はい 例えば先ほどの,あの弁当の発注のフォームがあったと思うんですけれども、発注を受けた後を配送したかとか、まあ、そういったデータを、例えば均等に読み込んで、連携させて使うということもできます。そうすると、結果的に1箇所でデータがまとまるということになりますね。はい、で先ほどあとですね、えー、自分でマウスで操作してアプリを作れるような時代になりましたので、えー、業務を知ってる方がシステムを作る方が、えー、早いですし、えーち、ちゃんとしたものができる。 言った言わないがないですね自分でもシステム構築できるツールっていうのが、一つの俗人化を脱するですね解決の選択肢になるんではないかなというところに思っていますので、ご興味あれば、ですねあのサイボーズのホームページにですね、均等のいろんなサポートを をさせていたただだく内容だったりとかですね相談,相談先もですね、全国に300社ほどですね、パートナーさんいらっしゃるので、相談いただければなというふうに思っております。はいえー、と時間となりましたので、私のセッションこれで終わりにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。